でみなさんとこちょです。それで今回はですね、皆さん海外のパッドで超有名なリートをご存知でしょうか。この選手はね、まあアメリカでもそうなんですけど、日本でもアジアでね、ソロキャッシュカップで優勝するっていうね、本当にすごい選手なんですけど、なんとフォートナイト OG のランクマッチでソロスクワットで50キルビクロでしてワールドレコードを取ったっていうね、ツイートをね見かけたので、今回ですね、そんなアンリアル隊でどうやってね一人で50キルもねできたのか、皆さんと一緒にプレイ映像を見ていきたいと思います。さあ、ということで早速見ていきましょうか。最初の衝動はね、ティルテッドタワーにね降りてるらしいですね。さあ、まだ1キルして、なんかエイムがもう最初からいいんですけど、さあ、まずはね、まあショットがないけど、これもショットがないですね。まあ、ここは普通にサイレントアサルトで倒していきますと。これね、アンリアル隊だからね、いや、それがすごいよね。アンリアルで、しかもスクワットをソロでやるっていうね。味方もね、本当にもちろんいないんですけど、ソロスクワットだから。で、4キルしていって、ダメージでか、なんか相手自爆してたし、武器はでもこんな感じか、グラップラやっぱ必要なんで、キルムーブのために。やっぱ50キルもなるとね、やっぱキルムーブ必要だから、やっぱソロスクワットなんでね、敵の味方もね、カバーに来るわけなんですよ。いや、痛い、痛いけど、まあ、ここはさすがに、ショックウェーブで上に飛びますと。いやーすごいな、敵の量がすごい、テレテッドは。いやー、エイムがいい。ランク帯はアンリアルなんですけど、敵もね、一部ダイヤモンドとかいるらしいですね。いやー、なんか、ちょっと待って、待って。はい、ワンパンしてって。おー、2連ワンパン、オーマイガー。マジ ?2 連ワンパンしてたんだけど。どういうこと、今の。はい、グラップラで上がりまして。いや、とてもランクとは思えないけどね、これ。なんでこんなキルできるんだ。金材もめちゃめちゃありますと。で、ワンパンしていくの？いかに早く一人を倒すかっていうのが、多分スクワットで成功できるわ。一つの理由だね。いやー、エイムがいい。もう全部当ててくやん。はい、いやもうクリップレベルだ、今のクリップレベルだけど。さあ、しっかり囲っていきまして、いや、うまい。いや、すごいな。おお、何今の。キャラコンうますぎでしょ。建築もそうだけど、やっぱ加速な選手だからね、やっぱ編集とかもすごい早いよね。ここもそうだよな、ライト&ピークを使ってしっかりね有利になるようにこうやってしていきますと。いや、うまいな。いや、19キルしてるよ。しかもまだ31人残ってるから、こっから倍倒すんよ。いや、やばくない？で、結構ね敵がいるけど、まあ、いかにねこの一人を早く倒せるか。やっぱアンリアル隊だからね、敵もね結構エイムがいいんですよね。いやー、痛い痛いけど、これどうなる。おお、壁を取って倒していきますと。横から当てて、さらに、いやー、この HP で攻める。この HP で攻めるのすごいな。もう気持ちよすぎでしょ、今の。何今の。マジで、なんか全ての建築も早いし、こういうね、逃げ方もうまいよね。横飛びしながら、木造広げていくっていうね。いや、今の惜しいな。ここも横から行くんやけど、回復しながら。めっちゃいる。もう 2v1 だね、今。2v1 で、結構相手も結構強そう。なんか死んでるし。で、これで 1v1 かな、普通の。建材もね、もうほぼ、もうあんまりないけど、どうやって行くんでしょうか、これを。はい。当てていきまして。ピースコントロールしていくが、ここは一旦ね、回復していきますと。まあ、HP もね、やばいからね。で、回復していって、で、ここ階段反転して、防いでいって、金材はあと1枚。まさかの。さあ、これどうやっていくんでしょうか。これ結構ピンチだけど、金材がない。金材がないけど、相手も結構強め。倒していきますと。あ、これダウンなんだ。なんか敵もどんどん来るよね。29キルしてるし、やば。やっぱ回復はやっぱ1枠なんでね。で、ここボックスかぶっちゃったけど、なんとかエイムでね、倒していきますと。で、ここはね、右上さんが編集で。めっちゃいる、めっちゃいる。やばい、めっちゃいる。忙しい、忙しい。
おおやばいやばい、カオスすぎる。それ上から当てってワンバンしてって、さあ100カットしてって、ライト&ビッグで倒していきました。いやうまいな。33キロしてんだけど今現時点で。こっからねあと17キロしますよ。やばくない？うまい。クリップレベルでうまいけど。どこも？さあ屋根をかけていってうまいけど、足首逃げてしまって、で角を入れつつ、なんか相手のランク帯がなんかダイヤ帯とかですね多分。ダイヤ帯がゴールド帯ぐらい。ではアンリアル帯のはずなんですけどね。はい倒してきまして。屋根かけまして、いやうまうまやっぱ屋根のかけ方もうまいよねやっぱり。あとは何よりも編集ミスがないっていうな。はい、このライト&ピークルで、でこの下読みピースコントロールだけど下に降りなかったけど、はい、もう相手何もできなかったよ今。やっぱ武器構成はやっぱミニポと裂け目とグラップラーは変わらないですね。ムラポンとサイレンサーの金のアサルトライフル。いや、残りもう10人で39キルですよ。で、これなんか一人だとバレたから敵も気づきますと。はい、攻めていきます。で、100カットしてって。もう見てこれ、感染今、何これ。6人見てるよ。もうみんなびっくり。はい、100カットしていって。ピースコントロール、うまい。もうクリップレベルでうまいけど、今の。やば。普通にスクワットフルパテ組んでも。50キル生きるのか分かんないからね。なんならいけないからね、まず。今回がワールドレコードらしいから、50キル間。それがマジですごすぎる。はい、ライトメイクで階段を入れて。まだ、うお、うますぎでしょ。えぇ、ー、4v1 ですね、今。今から。バウンサーで跳ねていきまして。あとでダウンさせて。もう一人も。やばいやばいけど、いや結構ピンチな状況だけど、いや、あ、うわ、怖い、ここ怖い、おお、やばい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 、どうなんだこれ、やばい、健在がないからねこっからは。ちょっとかね、うわえ、オーマイガーですよこれは。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。いやー、あのソロスク50キルマジでやばすぎましたね。もう対面がね本当に強すぎて、ソロスクやりたい方は結構ね参考になるんじゃないかなと思います。ということで今回ですねこの辺で終わりたいと思います。この動画少しでもよかったら高評価、それでチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。